ネタでもちらっとそういう感じのこと言ってたことあるんですけど、うん、またカラオケの話で、うん、まあカラオケ時々仲間内で行ってまあはしゃぐ分にはいいじゃないですか、その気まずくなくね。ただその仲間内で行って楽しい中でみんなで歌ってね、うん、何の気兼ねなく歌ってる時でさえ、うん、なんかあの余韻が残る曲なんていうんですかね、そのもう音は消えてか最後歌だけのみたいな。あん時なんかすげえ恥ずかしいです、ね、恥ずい恥ずい、あれ嫌なんだな、その曲歌いたいとかし、うん、忘れて歌っちゃうけど最後のもうメロディ、なんていうんですか、メロディーが消えて、あの伴奏全部伴奏全部終わって最後語りかけるように歌、まあ、歌うみたいな、うん、ミスチルとかでありそうやな。まあミスチル、まあ結構何でもまあよく意外とよくあるんですよ。あるあるある、それミュージシャンの方がやる分にはかっこいいし、うん、いいけどカラオケで聞かせるとこな。で結構そのギャップのパターンもあるでしょ。サビンとか結構盛り上がっててなんかなんとかなんとかってやってるけど、最後しっとりもう曲なくなっちゃって、うん、あのなんかできれば曲全部終わって後もあの歌詞が全部終わっても曲が残ってて、うん、演奏停止をするぐらいが一番、うん、まあね、でもそんな技術というかないが、まあ、タイミングピッて押せるな。あ、だからその長いなんていうんですか、最後なんていうんですかね、曲終わった後の何イントロの逆バージョン的な、それが長い方がいいわけでしょ。それを途中で消しゃいいんだから、そう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 、なんとかって歌ってマイク置いて、あもう終わりだよって消すのが、うん、なんか恥じらいは少ないじゃないですか、うん、あの余韻の時って結局最後まで歌い切る感じになる恥ずかしさもあるでしょ、うん、こっち結構粘るなと思われても嫌だし、なんか、うん、何そこ聞かせてんかみたいな。そうそうそう、まだ誰も思ってないし、うん、僕らが人がやっても思わないけど、歌ってる時その思うよ、急に赤面するんだよな、やっぱ、うん、すげえ友達といつも行くメンバーで行ってても、いやそりゃそうだよな、あれなんかあるでしょ、あの恥ずかしさ。 あと最後なんかセリフだけでこう一言で終わるみたいな。いやそれはもう無理だわ、セリフは無理だろセリフというかなんかなんとかとかみたいな、いやまあ置く感じのね、うん、置く感じのも無理。あとセリフもたまにあるでしょ、中盤にセリフ入ってくるから、うん、セリフはもう絶対、セリフは絶対一切言えないよな、うん、セリフ言えないんだよな。だからお酒の、うん、あの曲でスピードワゴンの、いや小沢さん、お酒んじゃないです、小沢、お酒んね、うん、えスピードワゴンの小沢さんはお酒んじゃないでしょ。あ、そっか、全然違うこと言うんじゃない、小沢は健二さん、本当に間違えたもう、まあ、お酒んの曲で歌いたい歌があるけど、結構中盤にセリフがあるから、うん、なんかカラオケでたまに 歌ってくれる時なんか入れてるあるやつあるでしょ、その本人の声じゃないけど、それでやってくれと思うけど、うん、遠目でこうなぞるバージョンでて、なんか一応ここも言えみたいな感じの時だと、うんうん、結構長いとなんかね、すんと待っとくのもしんどいし、黙っとくのもはずいんだよな。だからそうそうそう、仲間内で言ってもやっぱまだはずいとこ結構あるんでね、うん、やっぱカラオケって基本的には恥ずかしい要素を含んでますから、うん、で余韻の曲ね、やっぱたまに忘れて、だってあやべえ余韻あるっていう時に、うん、もうそんな細かく覚えてないけん入れてしまうんだよな、歌いたいで最後に余韻ちょっとなんか別に全然いいんでしょうけど、ちょっと恥ずかしいですからね、うん、これみんなもあんのかな、みんな。いやあるんじゃないですか、よほど歌好きでノリノリの人とかじゃない限り。なんか具体的に出せって言われたら今すぐ出ないですけど、でもねやっぱ見てる限りみんなちょっとありそうなんだよな、うん、照れてるもん、いつも余韻歌う人って、うん、忘れとんだろうな、うん、そこ来るのな。まあね、それまで歌いたいっていうのもあるしね、かといってそこ露骨に歌わないのもなんか変な感じになるでしょ、うん、一応歌わないと。あとステージ付きのショーパブみたいなところでカラオケ歌った時もはずいよな。それは普通に恥ずかしいだろ、別にそんなの歌わなきゃいいだろそんなの。なんか俺その時上の人と言っとったっけ、はい、変に自動車ショーカってあるわ、小林明。ああ、むちゃんこ滑ったっけどな。いやそうそうで、ホール全体で、だからホール全体のはもう相当なハードルだよ、なんか中途半端に小林明っぽく歌ってしもうて俺。まあまあそれはもう1ページ目の恥ずかしいやつだから、もうそれはね、うん、それはしょうがないですよ、恥ずかしかったよ。確かにみんな見てる場の曲のチョイスとかはもう横に女を腰手当ててな、歌うと。いや知らねえよそんなの、お前の思い出はどうでもいいよ。まあそれキスしたわ、どうでもいいし、そのあんま言わねえ方が良さそうだし。そこで滑ったっていうか、まあシンプルには滑ってるんだからもういいだろ別に、うん、もっと本職の滑った方が恥ずかしがって、本職は全然恥ずかしくない、なんでそっち恥ずかしがって改善してくれよ。いいんだよお前、カラオケでステージで歌って滑ろうがどうでもいいんだよそんなのは、本職の方恥じてください、うん、なんでまあカラオケの話はね、いろいろあると思いますから、うん、またそういうのあれば。意外と前の電木入んないみたいな結構共感の声やっぱ多かった。あーあれね、しゃしゃってるみたいに思われちゃうっていう、うん、結構だからカラオケってなんか自己顕示欲ですから結局。そうやな、あれも自己満の世界なんで、余計そこにどっかに恥ずかしさが潜んでるのがいっぱいあるんでしょうね、うん、たくさんあるんでしょう、ね、たくさんあるんでしょうね。ちょっとまたそれを見つけたらね、うん、ありそう言いたいと思います。結構共感されるかもねこれも、なんで、うん、
平日毎日愚痴を更新しています。ぜひチャンネル登録してみてください。ウエストランドの愚痴だ。